皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座です。今回はタッチパネルに PLC の入出力状態を表示するデバイスモニターを作成していきたいと思います。力添え PLC シーケンス講座では PLC のプログラミング、シーケンス制御について実践的な内容を解説していきます。ぜひ最後までご視聴いただき、チャンネル登録をお願いします。今回解説する内容はデバイスモニターについて、タッチパネルの設定、プログラムの作成、この3点について解説をしていきます。まずデバイスモニターについてお話をしたいと思います。デバイスモニターは PLC の入出力状態をタッチパネルに表示することで、 GXWorks や KV Studio などのプログラミングツールを用いなくても入出力のオンオフ状態を確認することができるというものになります。一昔前に比べて、ネットワーク環境とかも整っていますので、設備が離れたところでもプログラムがモニターできるようになったりとか、そういう状況にありますので、以前よりはあまり必要とされなくなってきているのかなという気がします。ただ、会社によって違うと思いますけども、自主保全などね、積極的に行っている会社ではオペレーターがプログラミングツールを使わないで、センサーのオンオフ状況とかね、簡単な故障診断までならするということも結構多いので、そういったところでは、デバイスモニターっていうのは結構要望が高いという状況になっているかなと思いますね。会社によっても違うと思いますが、要望があれば作っていただきたいなというふうに思いますので、今回はデバイスモニターというのを作っていきたいと思います。はい、それではですね、タッチパネルの設定から見ていきたいと思います。このような画面をね、すでに作成してあります。で、こちら側が X、 それからちょっと見づらいですけど、こちら側が Y になりますね。はい、ここに先頭チャンネルってあるんですけども、ここにですね、モニターしたい XY、こちら側が X ですから、 X の番号を入力すると、ここにですね、そのチャンネル番号を先頭に16点の、アドレスが表示されて、こちら側ランプでそのそれぞれのオンオフ状態、こちらをランプ表示するということになります。 Y 側も同じですね。で、ここにですね、コメントの欄があるんですが、 KV の場合ですね、リードコメント、 RCOM と書きますが、リードコメントという命令があって、そこにですね、デバイスを指定するとそこのコメントが呼び出されるという命令があります。ただ今回は作ってないんですけども、この命令はですね、シミュレーター上では動作しないので、今回は作ってません。で、プログラムの記述としては、RCOM、リードコメントと書いて、例えば X の何番ですね、コメントを表示するデバイスを指定して、コメントの表示先、ここの場合は今 E の0番、拡張レジスタにしてありますけども、E の0番から E の16番までの16ワードに表示するという設定をしてあります。そのようにプログラムを組んでいけば、黙ってコメントが表示されるということになります。今回シミュレーターなので、先ほども言いましたように作ってませんけども、実際に設備で作るときは、コメントも表示できますということを覚えておいていただきたいなというふうに思います。で、旧シリーズもコメントの読み出しというか、コメントのプリント命令はあるんですね。ただこちらは非常に使い勝手が悪い命令でして、で、半角でしか出せませんし、ASCII 文字の対応ということになるようなので、漢字とかひらがなとか混ざったコメントは出力されないということになります。で、こちら側にちょっと戻りますけども、で、デバイスの割り付けをちょっと説明していきますと、先頭チャンネルの入力が X 側が D の100番、それから Y 側が D の110番ということになっています。それからデバイス表示のところなんですけども、こちら、ここもそうなんですけど、16進表示の設定にしてあって、で、割り付けですね、 X の何番から何番までっていうその表示のところに関しては、ちょっと見づらいんで開きますけども、D の20番から最後 D の35ですね、 D の35になっています。はい、こんな感じでね、なってます。それからですね、Y 側は Y 側が D の40番で、最後が D の55番ですね、こちらのようになっています。それからランプ表示ですけども、ランプ表示は、
X 側が R の0から R の15、Y 側が R の100から R の115というふうな割り付けということになっています。これもですね、以前説明したように1個このね、割り付けを作っておいて16個複数コピーする。こちらもそうですね、1個作って16個複数コピーをするということをそれぞれで繰り返しているということになります。ということで、次にプログラムを作っていきたいと思います。それではですね、KV スタジオを開きましたのでプログラムを作ってみたいと思います。いろいろやり方はあるんですけども、今回は PLC のスキャンを利用した作り方をやっていきたいと思います。で、まずですね、XY の方から作っていきたいと思いますけども、その前にユニット構成をね、見てみたいと思います。はい、今回はですね、KV8002、ネットワークユニットの KVXLE02、それから CC リンクユニットがついて、ここからになりますけども、入力ユニット、64点の入力ユニットと64点の出力ユニット、1枚ずつついているということになります。で、それぞれの、割り付けなんですけども、入力ユニットが X の4400から X の 443F まで、それから出力が Y の4500から Y の 453F までというふうに割り付いています。はい、ということでプログラムを作っていきたいと思いますが、はい、まずですね、じゃあデバイスオンフの状態の表示として、まずここの部分、要は何をするかというと、ここのアドレス、まだね、表示されてないですけども、ここのアドレスに対してここにオンオフの状態を表示しますよ。で、ここのアドレスは、先頭チャンネル、ここに入れたチャンネル番号を先頭に16点のオンオフ状態をこの R0 に、この R0 から R15 までに出力をするというプログラムということになります。それがここの部分ですね。この部分になるわけなんですけども、まあ、これもですね、あのインデックスレジスタを節約するためっていうのもあるんですが、表示ページナンバーをまず一番最初に増作条件に入れています。で、このあたりすべて16進で計算されています。で、16進でね、0から F、要は XY の場合ですけども、0から F で1チャンネルというくくりになります。ですので、先ほどもですね、タッチパネルのチャンネル指定の値っていうのは16進設定にしてあります。ですので、ここ16進にまず10をかけていくということになりますね。ですので、例えば440と入れたらば、440×10 で4400が先頭ということになります。ここで先頭アドレスを決めていくということになるんですけども、インデックスレジスターはそのまま4400っていうのを入れるわけにいかないので、ここからさらに4400を引いた値が Z1 ということになりますので、要は流れとしては440と入力したらば先頭は4400なので、で4400から4400を引いたらば Z が0になる。で、X4400 プラス Z1 ですので4400から 440F まで、この状態を R0 から16点に表示するというこの流れになります。で、この引き算のところなんですけども、これ三菱であったらば構わず0からスタートできるんで、実際この引き算はいらないです。キーエンスは0からスタートするとね、先ほどもちらっとだけ話しましたが、そこは R の割り付けになってしまいますので、インデックス範囲外ということで演算エラーになってしまいます。ということで次がね、ここに入力されたチャンネル番号を先頭に、ここにチャンネル番号のアドレスですね、ですからここが440チャンネルと表示された場合は、4400から440F までのアドレスをここに表示するプログラムというのを作っていきたいと思います。はい、まずですね、その前段階のプログラムになるんですけども、ここはですね、常時オンで D の200を延々とインクリしておきます。これはもう常時オンなんで、スキャンタイムごとにインクリしていくということになりますね。0から15までの範囲でインクリをしていく。15を超えたらば0に戻してくださいね。で、このインクリしたデータを Z3 にそのまま転送しているということになります。 Z3 インデックスレジスタになりますね。まずはこれを作っておきます、準備として。次にですね、実際に表示させるところのプログラムを作っていきたいと思います。はい、それがここになります。まずですね、先ほどのインクリした値を D の100にそのまま入れていきます。これはコメントとしてはチャンネル番号ストローブというふうにコメントを入れています。
でさらにですね、タッチパネルでチャンネル指定で入力された値に16進で10をかけていきます。ですので先ほどと同じように440チャンネルを指定したらば X の4400ということになりますね。ですのでここにそのまま10をかけて先頭を決めていきます。でここは4400のままになりますね。440って入れたらば4400のままです。で4400に今度はストローブ、ここですね、ここインクリされている値を足していく、それが D の900にまた戻ってきますけども、要はここの値、 D の900の値っていうのは下一桁を決めてるんですね、ここね。ですのでD の900の値っていうのは4400から4415までぐる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 回っているということになります。でここからですね、下一桁を0から F、まあ、要は0から15に変えながらタッチパネルのアドレス表示 D20 から D35 までの値を転送していくということになるわけなんですね。ここまではインデックスレジスターを使って皆さんやられるんですよ、同じように。であとはその表示のところをどうするかって言った時に、通常であれば皆さんやられてるのは転送命令を16個使ってます。皆さん大概は要は下一桁を、ね、決めるのにインデックスレジスターで先頭を出しました、それにその値に1を加えます、でそれを転送します、また1を加えます、転送しますっていうのを16回繰り返してます。皆さん大体そのような使い方作り方をしているんですけども、これを使うとこのプログラムだとこのだけで終わります。でこれどういうことかっていうと、これ先ほど D900 に入れた先頭アドレスをインクリしている値と足し算をしていくわけなんですけども、要は4400から 440F までこの D の900がぐる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 回ってるんですよ。でこれをですね D20 に転送してあげればいいんですけども、 D20 も同時にですねここでですね Z3 もうこれが0から15までぐる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 回ってますので、この2つのインクリメントが同期してます。まあもともと同じインクリメントを使ってるので同期しているんですね、同じになってるんですよ。ですのでこことここはまるっきり同期してるんですね、インクリメント自体というか下一桁は。ということで D の20に4400、 D の20に4401、 D の22に4402、 D の35に 440F っていうのが、ここがこの間スキャンごとにぐる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 転送され続けることになるんです。でこのやり方をやってる人ってねなかなか見ないんですよね。でほとんどは先ほども言いましたように間接指定で先頭を決めて、その値に1足して先頭、さらに1足して先頭っていうのを16回繰り返してます。ですのでね転送命令が16個になるということになるんですけども、まあこれであればね転送命令はここ1行ですねということになります。で実際に試してみる前に今度はスクリプト、 Y 側はねスクリプトで組んでみたいと思いますね。はい、ということでですね、Y 側も作っていきました。Y 側はここ一緒ですね。ここも一緒。で、タッチパネルの窓が110になりますので、やり方は一緒で、で割り付けが4500、Y が4500からになりますので、ここが変わってるというだけですね。あと、タッチパネルのランプ表示も R の100からということで変わってます。やり方は一緒です。で、こことここがね、同じページ内で設定が違う場合がありますので、Z2 で分けています。先ほどのストローブは、まあ、同じ共通で使っていきますので、これはこのまんま。で、この部分ですね。この部分をスクリプトにするとこれだけです。はい。やってることは一緒ですね。D の200の値を今度は112ですね。112に転送してます。で、こことここ一色単に、あ、ここか。ここからここまでいっぺんにやってるっていうだけなんですけども、D の40の Z3、ここ D の40に変えました。D の40の Z3 は110、ここが110になります。110×10 プラス112の値ですのでね、まあ、このように2行かかった計算をスクリプトでは1行で終わらせているということになります。ということで、ここまで作って、じゃあ実際動きどうなんだっていうところをですね、確認していきたいと思います。はい、ということで今このような状態になっています。ただね今この状態先頭チャンネル0になってますけども、この状態で今演算エラーが出てます。要は X0 から XF っていうのは R の指定のところになるので、こちらですね今ちょっと出てますけどもクエスチョンになってますね。要はインデックスの範囲
指定範囲外ということになっています。ですのでね、実際入力の時はここ規制をかけてあげるといいかと思います。今回ちょっとやり忘れたんであれですけどね、エラーになっちゃいましたけど、ということでここに4440まず入れていきたいと思います。はい、この状態でオンオフ状態ですねが出てくるということになります。本来であればここにコメントが出てくるということになります。はい、こういうことで X の440から 440F までですね、ここまで表示をされている。例えば442って入れると、はい、このように表示がされるということになります。でこのオンオフ状態なんですけども、ちょっと実際の PLC 側のデバイスモニターで確認していきたいと思います。はい、まず440チャンネルからですね、 X の4400から4402までがオン、その後2つオフで、4405から4407までがオンで、その後3つオフですね、その後2つオンでって合ってますね。それからじゃあ442いきましょうかね。442は24と28から 2A までですね、ここまでオンですね。で 2D がオンしているということになります。はい、こんな感じで作ることができます。あとそこからそこまで、ここまではオンさせてないので全部オフですね。はい、こんな感じです。 Y も行きたいと思います。 Y も4500からになりますので、450チャンネルからになります。こちらもですね、デバイスモニターで見ていきたいと思います。 Y の4500から4502までがオン、その後4から8までがオン、その後 BCD がオンですね、合ってますね。はい、で4510ですね、451チャンネルは全部オフ、452チャンネル、452チャンネルが4520から4523がオンで、4528から4452A まで、あ、B までですね、 B までオンということになります。というところで、こんな感じでですね、 IO を作っていくということになりますね。453は何もオンさせてません。ではですね、次に M と L ですね、こちらも作ってありますので、こちらもプログラムちょっと入れてみたいと思いますね。はい、ではですね、ざっくりと M と L の方、こちらもですね、ざっくり解説をしていきたいと思います。こちらはですね、アドレスの割り付けは10進になりますので、すべて計算は10進で行われています。でそれ以外は何も変わっていないですね。であとここも変わってないです。ですので M が R の200から、それから L が R の300から表示しますよっていうだけですね。ここは変わってません。それからですね、インクリの方もそうですね、別に作りましたけども、これは0から9までのインクリということになって、それを Z4 に入れています。それからスクリプトの方もですね、先ほどと同じですね、ここ場所だけ変えてあげているという状況になります。はい、ということで、じゃあ M と L も動かしていきたいと思います。じゃあ M と L に切り替えて動かしていきたいと思います。 M0 は M0 から9の間ですから、ここですね、2から5までオンで、7、8がオンしているということになります。で10チャンネル目ですね、10チャンネル目は11、13、14がオンしているということですね。で20チャンネル目ですね、はい、20が21と7、8、9がオンしているということになります。一緒ですね。例えばこれを500とか入れても全然、5001から5009という形で表示されるということです。これ10個ずつじゃなくて20個ずつとかにしてもらっても全然構わないですしね。で L も一緒ですね。 L は何もオンさせてないので今のところ、全然あれですけど、プログラムとしては一緒ということになります。こんな感じで IO モニターというのを作ることができるということになります。ということで、今回はタッチパネルで PLC のデバイスモニターを作ってみました。この動画が勉強になった、役に立った、仕事で使えると思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。